ちゃ。こんにちは。さあ豊さん、開幕してからお前のさ、さあ豊さん、なんかちょっと変わらんか。どうのがいいですか。なんかさあ行きますよみたいな。さあ、まあ、それまでいいかもうね。はい。なんかこれが定番だったりしますか。そうだな。はいはいはい。さあ開幕してから、はい。1ヶ月も経ちましたね。ちょうど1ヶ月やな。まあ動画撮影の時はね。はい。まあ4月が終わったということでな。そういうところです。はい、なので豊さんにここで、はい、セパともにこの1ヶ月開幕から振り返って。はい。はい、チーム状態をそれぞれ見ていきたいなと思います、うん、はい、でまずはセリーグから見ていきたいんですけれども、はい、今7月30日現在ですね、順位は DeNA が1位で、そこを3ゲーム差でタイガースが追っている、うん、はい、で、その下がカープ、はい、ヤクルト、はい、そしてジャイアンツ、中日という、はいはい、今この差になってますね、まあ、そうだね、はい、まあ、上から DeNA からいくと、はい、素晴らしいスタート切ったよね。そうですね、最初良くなかったんだよ、はい、ただね、打順をね、まあ、例えば佐野、宮崎ってね、組んだ時にはそんなに良くなかったんだよね、はい、で宮崎を3番にしてから、うんうん、佐野と宮崎の間に1人かますことによって、はい、打線が流れるようになったんだよ。なりましたね、うん、それと、はい、やっぱ6番に関根がいる、はい、これが大きい、うん、それと桑原がその前に打つんだけどね、はい、まあ、ここら辺の流れが素晴らしくいいね、はい、そうですよね、うん、だ1回ほど途中で佐野選手だったり宮崎選手、ソト選手がスタメンから外れることもあったんですけど、うん、でもやっぱりこの位置にいる強い戻ってくる選手もいる。いや、それで盗塁が、ね、圧倒的に少ないんだよ。6個しかない。6個ですね、うん、まあ、ジャイアンツが一番、ね、少ないんだけど、ね、はい、だけどね、ここで三浦監督は何をしだしたかというと、うん、エンドランをかけ出したんだよ、うん、それで得点圏にランナーを進めるような形、はい、あわよくば1、3塁を作る、うん、ダメでも二塁に行けるっていうような、うん、そのやっぱ足で攻撃を仕掛けるという、何も盗塁だけじゃないからね。そうです、足を使うっていうのは、うん、だからそういう意味では昨年と明らかに変わってるのは、やっぱりエンドランのかける数も多くなってきてるし、うん、まあ、そこら辺での違いは相当あるよね。その足を絡めてのエンドランだったり、そういうのはこの1ヶ月のどこら辺か、最初からではなかったってことですよね。まだ最初はね、まだおとなしかったんだけども、うん、やっぱり連勝し始めてから動きがどんどん出てきたね。だからここら辺は何て言うんだろうかな、まあ、全体的には足の遅い選手がスタートしていくんだけども、はい、でも関根が入ることによって足を使える、まあ、桑原が5番にいて足を使えるとか、はい、だから上位はあまり使えないんだけども、下位で長打がないところは足を使う。だから上の方は、いや、長打、二塁打、ホームラン言えばそういうので点を取ってきてくれる。で、下位打線に回ろうとしているときには足を使いながらチャンスを拡大しながら攻めていくという、はい、だからここら辺はね、三浦監督やるやないかみたいな、大輔やるやないかみたいな、はい、そんな感じで見てるよ。バランス良くなってるんですか。攻撃面はね、はい、で、やっぱりピッチャー面はやっぱ東大きいな、はい、そうですね、あ、やっぱ安定してるのと、今永が戻ってきてポンポンと勝ってくれると、はい、まあ、浜口がちょっと調子が出ないんだけども、はい、石田がいいとかね、うん、だから非常にいいよね。で、中継陣は三島が戻ってきて、はい、もう3勝してるという、はい、だからここら辺は、うん、もう盤石。ただエスコバーがちょっと心配なんだよね。あ、大丈夫ですかね。あ、だからまあ3試合連続で失点したりだとか、はい、まあ、いろいろこう、まあ、疲労が溜まってると思うけど、うん、まあ、ここら辺がちょっと心配なんだよ。これエスコバーがなんで心配なのかっていうのは、左だから、はい、貴重な左だからね、あそこ右の優秀な中継ぎっていうのはたくさんいるんだけど、左ってなかなか出てこなくて、はい、でエスコバーにかかる負担っていうのは大きいと思うんだけど、うん、まあ、エスコバーが調子を戻したら盤石になってる。そうですよね、うん、でそこにまだ加わってないバウアー投手いるなんですよ、この後出てくるので。いや、オースティンも戻ってくる。戻ってきますもんね。そうなってくると、まあ、上がり目しかないんだよ。おー、だから俺はもう独走しちゃうんじゃないかっていうね。あ、予想はしてますか。うん、だって他より引きを取るっていうところはそんなないもんね。そうですね。いや、盗塁数だけだよ。でもそこはエンドランだとか、うん、そういうことで補っていってるし、はい、だから盤石に進んでんだよね。そうですね、いい形で進んでますね、うん、ただ心配なのはキャッチャーどっちかが怪我した時に心配だな。そうですね、うん、あの代わりがあんまりいないからね、峰が行っちゃったし、はい、まあ、そこら辺がちょっと心配だけども、うん、でも
伊藤光もお前戸柱もよくやってるぞお前そうですよねここって言った時に打ってくれてるしさ、うん、だから今のところ本当に DeNA にケチをつけるやつは出てこいやみたいなそんな感じだよ。いやそうだからやっぱこの位置にいるんだなっていうことですよね。ゆたくさんあと言ってたあのセンターラインもどうですか。まあセンターラインはね変えながらだけども、うん、まあ牧は固定になってるよね、はい、まあ、キャッチャーの伊藤光でも戸柱でもどちらでもいい、うん、お二人ともしっかりやってくれてるし、はい、でセンターの桑原、うん、だからショートだけだよね。でもショートは強打が入ったりだとか、はい、いい人を使っていってるから、うん、まあここら辺は目をつぶすしかないかなっていう、うん、あとは宮崎のちょっと故障みたいなのが、まあ、あったりだとかするけども、はい、ここら辺がちょっと心配な種で、はい、まあここら辺がクリアになってくると、うん、まあオースティン勝ってくるし、まあ、心配ないと思うけど本当ですね。心配があまり見つからないです。さあ続いて2位の阪神。あ、それと言っとくけど、はい、ホームとロード、うんうん、両方とも勝ち越してるのは DeNA だけだから。セリーグではあとはロードに出たら全部負け越してるんだよ。あ、そうなんですか。だから内弁慶シリーズみたいな内弁慶シリーズ、まあ、そんな感じにはなってるんだよ、はい、でもこの前 の, その中日3連戦で3連勝した DeNA がね、うん、ロードで勝ち越したの。そうです、そうです。だから外に出ても内でも強いという。強いですね。ホームで横浜スタジアムで横浜スタジアムは特に強いねって言われるけど、はい、まあ確かに強いけど、はい、他行っても強いぜみたいな。いや、そうです。ロードで唯一負けねえぜみたいな。9176ですから。そうだな、はあ、ね、唯一です。はあ、唯一でしょ、はい、はい、強い。さあ続いて2位の阪神です。阪神、はい、阪神はサトテルがこれから上がってくるよ、うん、まあ、6番次第だけどね、はい、6番バッターが、まあ、井上の出始めみたいにポンポンと打ってくれれば、うん、マークが甘くなってくるから、はい、佐藤のね、うん、佐藤が上がってくるとやっぱ打線っていうのは活気づくよね。そうですね。あ、だからこれからやっぱ怖いよね。ただ怪我人を出した弱さとか。そうなんですよ ね、ただあそこは溢れて出てくる。でも湧いて出てくる。村上なんぞやみたいな。村上正輝投手、はい、まあ正輝かみたいな感じのピッチングをするんだけど出てきましたね。いや、いいな、はい、出てくるピッチャー、出てくるピッチャーいいな。ここまで。そうですよね、うん、ただ誤算はダブル西、はい、ここら辺がやっぱ勝っていかないとさ。ちょっと西純也投手がそうです、ね、ちょっとバランス崩してるな、はい、だからここら辺がね、まあ、昨年みたいな活躍ができれば、うん、盤石になってくると思うけど、あと青柳投手がちょっと状態が悪い な、ね、だからここら辺が幸せとして、これからやっぱ経験値が高いピッチャーが西勇輝とかね、はい、青柳とか、うん、このピッチャーたちが勝っていかなければ一進一退は続くよね。そうですよね。こう負け越していくっていうようなチームじゃないと思うんだよ、はい、やっぱり一進一退になっちゃうんだよね、うんうん、でもこう勢いを持って DeNA を追わなきゃいけないって言った時に、西勇輝、はい、西純也、うん、青柳っていう力が必要なんだよね。そうですね。だからここら辺が早く調子を取り戻す、うん、青柳は珍しいもんね、あんなにフォアボールから崩れるっていうことが、うん、そうですよね。まあ、疲れが溜まってんのかなっていうこともあるしね、はい、ちょっとバランスは崩れてるよね。そうですね、うん、だから打線はサトテルが打てば、はい、これはもう打線としては申し分ない、うん、打線になってくるし、うん、あの期待の持てる打線にはなってくる。そうですね、うん、そういう意味でもただ6番次第だけどな。そうなんですよね、うん、だから森下選手、井上選手、このあたりが6番ピタッと固定されると、うん、さらに DeNA を追っていけると。ただ阪神はジョーカーを持ってるね、うん、坂本誠志郎という7戦マスクかぶって7勝お負けてないという、はいね、ここら辺の頼りがいのあるキャッチャーが梅野の2番手として控えてるっていうのは、うん、やっぱ一つの強みだよね。大きいですね。大きいよ、やっぱ頼れるというかね、うん、はい、だからここら辺はうまく併用 し、うん、しながらね、うん、頑張ってほしいなと思うけどね。そうですね。あ、さあ続いて3位なのが今カープです、はい、カープは上がり目が来る、はい、お、来る、うん、開幕ね4連敗かな、うん、からのスタートだったんだけど、はい、それを戻して、はい、で、まあ、ちょっと一進一退でね、はい、今ちょうど5割ぐらいの感じ勝利。そうです ね、 ですね。でこれから上がってくる。お、これから。これからこれはね、ジャイアンツ戦の3連戦を見た時に、はい、大勢から点を取った取り方とか、はい、栗林が打たれて逆転サヨナラになったんだけど、あの戦い方、そして注目したのは次の日の戦い方、はい、11点取った試合があったんだけど、あの戦い方を見ててこのチームは姿勢が素晴らしいな。これは新井監督が持ってる諦めない精神だとか、はい、泥にまみれてね、うん、
叩き上げで2000本を打ったという、やっぱそういう気持ちがチームに宿りつつあるね。もう今宿ってきてるんですね。宿ってきてると思う。だからもう踏まれても踏まれても起き上がってくるもん、はい、だからこの精神っていうのは今後やっぱ他球団は要注意だよ。いやこれはもう上がってくるしかない、うんうん、それとデビッドソン、はい、これもやっぱり日本の野球になり始めたら必ず打つから、うん、で先発に回したコロニエル絶対勝つから。あ、そうですか。絶対勝つ、このピッチャー勝つよ。だから、まあ、大瀬良がちょっといなくなったと森下が早く上がってくるかなっていうような感じもしてるけど、はい、だけど広島はね、俺は上がり目しかないと。あ、そうなんですね。今、まあ、3位ですけれども、うん、ここから上がっていくしかない、うん、で勝負どころで松山っていうのが控えてる、うん、そうですね。あ、切り札も持ってるって、はい、ただ心配なのはやっぱ栗林ね。やっぱそれは金属疲労、金属疲労もあるだろうな、うん、だから俺は坂倉を非常に成長させなきゃいけないし、これからの正捕手として鍛えなきゃいけない。だから厳しいところをかぶらせなきゃいけないんだけども、栗林に限っては俺は相澤の力を借りてもいいと思う。それがこれはね、ベテランのやっぱりね、相手とのその読み合いだとか、はい、キャッチャーとしてだったらやっぱ全然1枚も2枚も坂倉よりは上だよ、うん、ということは栗林が状態が上がってこない、そうなってくるとやっぱ相澤のリードの力を持って、うん、抑えにかかるという方が、はい、まあ、坂倉も救われるだろうし、坂倉も外から見て勉強になると思うんだよ、うんうん、だからここら辺を少し考えた方がいいのかなっていうのは考えてる。あ、うん、ただ他の野手だとか、はい、投手陣だとか、まあ、投手陣も中継ぎ陣は頑張り出してきてるからね、はい、だからそういう意味では戦える体制、精神、うん、そういうものは整ってるよ。あとやっぱ秋山選手が絶好調ですね。ずっと、そうだな、ずっと走ってますね、開幕から。ただね、絶好調だけども、はい、マクブルーム、うん、はい、もうこの選手もやっぱり日本の野球に慣れてきてるしね、はい、だからそれが後ろに控えてくれてるっていうのも一つの好調の要因かも。藤岡さんの大好きな小園選手がね。小園ちゃん何してるの、あなた。小園ちゃん本当ですよ。いや本当に、うん、ただ小園の代わりに菊池がいいしね。そうなんですね、うちのおっさん頑張ってるよな。もう本当に打ってもよしです。打っても守ってもね、もまあいいよね、うん、そうですね、だからみんななんかこうはつらつと生き生きしてる広島が戻ってきてるし、はい、だから非常に期待は持てるよね。そうですね、はい、さあヤクルトです、はい、ヤクルトはちょっとずるずる落ちてきてしまってるような。そうだね、はい、開幕当初というのは投手陣が良くて、はい、まあ、中継ぎは全く失点しないというね、はい、確かに今でもやっぱりいいんだけども、はい、先発陣が多少疲れてくると失点が増えてきてるという、はい、で最初素晴らしい防御率を誇ってたんだけども、うん、防御率もじりじり落ちてきて。そうです、まあ、今4位です。4位やな、はい、まあ、そうなってくるとやっぱりあそこは打線で投手陣を支えなきゃいけない、はい、で村上って言われてるけど、まあ、確かに村上の脅威っていうのはあるよね、はい、だけど、まあ、率とか見ると昨年を比較すると全くだよね、はい、だけどね勝負どころでは打ってる。うんうん、タイムリーとか。そうですね、で先制ツーランとか、はい、そういうのが勝ちゲームを呼んでるんだよ。だからね貢献してないっていうことは全くなくて、はい、ただやっぱり村上のホームランで雰囲気が変わる、全員がこう引っ張られる、うん、まあ、そういうことっていうのはあるよね、はい、だからちょっと欲しいな、ホームランが。ホームランが。そうですね、あとはねやっぱり塩見大きいですね。やっぱり一番の塩見がちょっとな、うん、去年は塩見選手で、なんでこんなに長い怪我したのかっていうぐらい上がってこないけど、ね、そうなんですよ、うん、だけどもう少しな、はい、早く塩見が戻ってくるといいなって、うん、まあ、1、2番に困ってるもん。そうですね、うん、だから日替わりで1、2番変えたりだとかさ、いろいろ試行錯誤してるけど、はい、あとは変える必要がないんだよね、なかなかね、うん、でも1、2番の出塁率、はい、まあ足、うん、そういったことが村上につながってくると相手はより脅威なんだけどね。もう去年あれだけ機能してた打線だったので、今年のこの195、今打率195なんですけど見てしまうと。でもね良くなってくる、良くなってくる兆候が出始めた。あ、それは見てて、試合見てて、自分がやりたいこと、例えば犠牲フライを打ちたい、ここはタイムリーしかない、そういった表現ができるようになってきている。
だから自分が描いたようなバッティングができるようになってきたから、はい、これはちょっと上がり目あるなと思って、上がってくるよね。あ、よかったです、はい、うん、ただやっぱショートで使われてる長岡、はい、これが悪いね。オープン戦の時もっといいかなと思ったら、はい、あんまり良くないね、うんうん、だから下位から上位に回ってくるチャンスっていうのが、まあ、昨年から比べると圧倒的に少ないというか。そうですよね、はい、だから、まあ、ピッチャー陣もよく頑張ってるけど、清水なんかめちゃくちゃ頑張ってると思うよ。いや、そうですよ。もう本当にあれね、あんまり調子は良くないと思うよ本人自体でもね、キャリア、はい、経験でなんとかごまかして抑えてるんだ、うん、でもまあ調子は上がってくると思うけど、はい、だけど今のうちにやっぱバッティングを上げないと、こう取り返しのつかないことになりかねない。ここからの追い上げが厳しくなっていくっていうこと、離されていっちゃったりとか。離されていくとね、うん、だって DeNA と、まあ、阪神もそうだけども、はい、そんなに落ちてくるとは思えないもんね。確かにそうですね、うん、広島も俺は貯金をこれから作っていくと思ってるから、うん、はい、ここに乗り遅れたら、はい、だってこの3チームを叩かないとヤクルトが。そうなんですよ、自分とこの貯金ができないっていうことだから。そうなんですよね。そうなってくるとやっぱバッティングだよ。やっぱ DeNA に対して大きく負け越してるので、1-4と。まあそうだよね、はい、それは打てないよね DeNA のピッチャーは。ピッチャーが、うん、でもあそこはバッティングもいいからさ、打たれちゃうみたいな。そうなんです。それどうもならんよ今のこのヤクルトの、ね、いい状態だと。やっぱ打ち合いに持ち込まないと、うん、で打線を組んだ時にはやっぱどっちがいやらしいかっていうと、まあ塩見がいた場合ね、やっぱりヤクルトの方が、はい、まあ、三冠王はいる、トリプルスリーはいる、盗塁を狙える塩見がいるみたいな、うん、両外国人もいい、はい、そうなってくるとすごく嫌なんだよね、うん、だけどやっぱこう誰かが調子が悪いとさ、そこ中心に攻められちゃうからね、うん、だからちょっとやっぱバッティングを待ちだな。そうですね、今待ち中ですよね、はい、さあ続いてジャイアンツです。うん、打線も良くなって良くなってきてるし、はい、ただやっぱり最初はやっぱいろんなことをやりすぎたなっていうような感じがするよね。でもそのいろんなことをやりすぎたっていうのは、まあ、例えば坂本外したりだとか、うん、調子が悪いからね、丸とかもそうだけども外したりだとか、うん、まあ、いろんなことがありながら、はい、そしたら若手が良かったみたいな。そうなんですよね、中山が良かった、秋広が出てきた、はい、それはやっぱりね、数打ちは当たるけど、うん、長いシーズンだと安定してこう使っていかなきゃいけない、はい、じゃあその安定して使えるかっていうと、うん、そうでもないよね、はい、ただやっぱり坂本が戻ってきてるとか、はい、丸が代打で結果を出し始めたとか、はい、まあ、吉川もあんまり良くないけどな。そうなんですよね、だからセカンドでなかなかね、スタメンからっていうのが減っちゃってますよね。まあ、そうだね、だからまあここら辺はちょっとどうなのかなっていうね。ウォーカー使えばやっぱり守備でな。そうなんですよ、あれだし、だからブリンソンとか、うん、安定的に、まあ、坂本でもじーっと耐えて我慢しておけば、もう少し違った数字が出てたかなっていう。そうですね、最初の頃より、と俺は思うんだけどね、うん、まあでもジャイアンツもこれからだと思う。そうですよね、今時点ですけども、安打数はあのセリーグトップですし、やっぱ打点も81とトップの阪神の84に次いで2位なので、はい、まあ、打線はやっぱり上がってきてるんだなっていうのはすごく感じます、まあ、ね、やっぱりね、巨人ってね、ホームランで勝つチームなんだよね、はい、まあ、例えば中田翔が逆転とか、坂本がスリーラン、長野がスリーランとか、はい、やっぱホームランで決めていく、まあ、チームだけにね、はい、バッティングの状態っていうのは必須なんだよね、はい、ここら辺を安定して保っていかないと、うん、やっぱ苦しいよね。そうですね、うん、なぜ苦しいかというと、やっぱりこの防御率ワーストなんですよ。だから、まあ、そうだよね、どうしてもその打線でカバーしてどんどん打っていかないと勝てないってことになっちゃいますよね。勝てないよね、まあ、それとやっぱこう足が使えない、うん、盗塁が今現在2個なんですよ、まあ、2個だし、やっぱ走塁面でもそんなに足が速い人が多いわけじゃないしね、うん、だからそれを考えると飛び道具、はい、ホームランで勝つしかないんだよ、うん、だからバッティング の, その状態を維持していく、まあ、そういうものはもう絶対だよね。そうですね、ピッチャーのこの防御率がすごい今悩みというか、ここがなんとかならない限りは、まあ、ただ負けるときはさ、はい、まあ、15点取られたり11点取られたり、うん、これが防御率に反映していく、はい、これはもう別に関係ないんだよ、うん、もういいんだよその負けゲームは、うん、勝つときにしっかり勝ち切るということが
やっぱ大事だよね、巨人はね。そうですよね、うん、一頃ね、ジャイアンツは負けゲームを作れない、はい、まあ、そんなことを言われつつ、どんな時でもつぎ込むっていうことをしてたけど、最近やめたね、それそうですねそんな余裕ないから確かにそうですね。だから勝ちきれる時に勝てば防御率は4点台だって大丈夫なの、うんうん、だからそこら辺の見極めをしっかりやるということ。そうですね、あとはなんとかピッチャー陣出てこないですかね、また知らねえよ俺に言ったいやいやもうみんないやだけど俺は、うん、例えば直江の使い方ね、中に入れて1イニングピッチリ行かせるとか、うん、横川先発で使いながら、うん、でも高橋優輝がダメだと思ったら横川使うんだと思って、うん、はい、でも勝ち投手にしたりだとか、はい、まあそういうことっていうのはやっぱ勝ちゲームに行われてるっていうのはいいことだよね。うん、そうですね。これは負けゲームだったらさ、はい、って言われるかもわかんないけども、勝ちでそういうこう実績をつけていってるっていうのは、うん、次へまたつながるからね、はい、だからその負け方が悪いから、例えば15点とか11点とか、うん、それが防御率に反映して防御率が悪いとか言われるけど、だけど勝ちきれるゲームを勝てばいいよ、うん、だからそういうふうにちょっと矛先を変えていく、うん、まあ、そういうことも大事だなと思う。そうですね、はい、で、中日です。中日、はい、中日な、はい、いや若手はね、うん、成長してると思うよ、はい、だから成長させるためにシーズンやってるわけじゃないからな。まあそうですね、まあ、例えばそのファンの方が応援してくれててさ、はい、勝ちゲームをプレゼントしたいよね。そうなんですよね。石川が途中からファームから上がってきて怪我言えてね、4番になってからは多少雰囲気が変わった瞬間があったけどもね、まあ、だけど守備の面から言うと、ゲッツー取れるところをちょっとジャックルで遅くなってゲッツー取れないとか、はい、強烈な当たりを打たれて、これはもう楽勝にゲッツーだなと思ったら、なんかこう弾いてるとか、うん、だから見えないところにミスがたくさんあったりだとかね、はい、まあ、ダイソー使ったら飛び出すとかさ、そうですよね、思いのほかうまくいってないよね。そうなんですね。取ってきた外国人が全くだっていうね、はい、まあ、そういうこともあるし、なかなかやっぱ苦しいよね。そうなんです。まあ、小笠原とか高橋宏人、はい、柳もまだ勝ってないからねちょっと不思議なぐらいですよ、ね、いやだからああいうピッチャーには勝ちをつけていかないと結局もうボロボロになってしまうという。そうですね、去年までの中日っていうところになってしまいますよね。もっとひどくなる可能性があるよね。ただ若手、まあ、福永とか、はい、そういう選手たちは成長してるのかなって思うけどね。うん、そうですね、ルーキーが出てきたっていうところ、うん、そうそうそう。ただその安打を打ってる割には打点がやっぱりすごく、だから勝負どころだよね、はい、だから勝負どころでいかに打つかというね、どのチームもそうなんだけどさ、はい、まあ、DeNA なんか見てるとやっぱ勝負強いよな。そうですね、まあ、それにはやっぱ確固たる技術があるからさ、うん、でもまだ今中日は技術を鍛えてる段階だし、はい、成長過程にあるからね、うん、ここら辺はそう言っても、はい、お金ももらってないし、うん、そういうことを言ってもしょうがないよ、うん、まあ、これが多くもらっててね、何やってんだって言われるんだったら、はい、言われる方もやっぱりしっかりしなきゃいけないと思うだろうけど、うん、で何百万とか、うん、ちょっとした数千万で、はい、ね、そう言われてもさみたいな思うよ。確かにだからキャリアがないんだもん。そうですね、うん、キャリアがないからそれ言ったところでかわいそうだよ。そうですね、今だって作り上げている段階だからね、まあいろいろ奇抜な采配も見せるけども、ね、でもやっぱ監督の頭の中ではそうしないと勝てないっていうね、いうものがあるんだろうな、はい、まあ例えばさ奇襲みたいなのかけないと勝てないみたいな、うん、そういうところまで追い込まれてるんだと思うよ。やっぱここでは、ね、誰が考えてもスクイズだと、うん、ね、追い込まれてどうのこうので、ここで誰も考えないところでスクイズかけようだとか、はい、それは西川とニラ沢だっけ、はい、と天秤にかけた時にさ、うん、明らかにやっぱり西川の方がいやらしいよね、はい、バットコントロールも含め。ニラ沢っていうのはまあまあ実績もないし、うん、じゃあそっちで勝負したいっていう気持ちはわかるよね。ただ成長過程で奇襲をかけるよりは正統派分かってもいいから、はい、正統派の野球をやった方が選手は純粋に育つんじゃないかなっていう感じはするよね。あの長い目で見た選手に負担があるからさ、は
はい、だから、まあ、ここら辺はちょっとな考えなきゃいけないところかなっていう。これがさ超ベテランで、はい、河合みたいにバントは天才的にうまいと河合さん、ね、はい、そういう人にツーナッシングを追い込まれてスクイズを出す、うん、これはあやっぱ河合の力量を見てね出したんだなと。で加藤、はい、日本ハムのフォアボール全然出さない、うん、まあ、阪神の村上でもいい、はい、いやここはもうサヨナラのあれだしこれ嫌だから満塁詰めろって絶対フォアボール出しませんみたいな。ピッチャーだったらいいけど、はい、やっぱ砂田も DeNA で投げてるけど、はい、そんなにキャリアとしては深いキャリアないからね、うん、やっぱこうプレッシャーかかるとか。そうですね、だからまあそこら辺やっぱこうちょっと素直に選手のことを考えて使うと、うん、選手は少し楽かもな。そうですね、うん、で長い目で見た時に強いチーム作りっていうのができていくのかな。ただねチーム作りは俺してると思うんだよ、してると思うんだけども、やっぱ結果が出ないとね、これは周りは失敗だって思っちゃうから、はい、うん、だからある程度の結果はちょっと欲しいな。欲しいですね、うん、さあというわけでセ・リーグの、はい、まあ、1ヶ月、ここ1ヶ月のチーム状況を豊さんに解説していただきましたけれども、はい、次はパ・リーグです。見ていきましょうね、次の動画で。これさ言っとくけど、はい、うん、DeNA 走るからね。走っていきます。これもう盗塁が少ないけど順位は走るよ。これ最大何ゲーム2位とつけちゃったりとか、そのぐらいの。いや俺ね阪神は追っていくと思うんだよ。つかず離れずでずっと行くと思うんだよ。なんかまあ 2.5 とか3ゲーム差ぐらいで、うん、で広島は阪神に、はい、つかず離れずで行く。そうじゃあこの3つのチームがヤクルトがギリギリのところに来てるな。ジャイアンツと中日は、ジャイアンツはバッティングの維持、やっぱホームランが出にくい、うん、最近の投手は、はい、でもホームランで決着つけるチームでしょ、はい、だから苦しいんだよ。ああそうか、出にくい中でのホームランで決着つけるチームのカラーですもんね。そうそう、やっぱり何でもそうだけどさ、最近の野球の傾向としてホームランで決着つくっていうのがすごく大きいんだよね、はい、まあ、例えば中盤打線がパンパンパンとつながって点を取った、はい、まあ、ピッチャーすぐ変えるよね今、うん、でそうなってくるとまたつながらなくなる。で同点になった時にほとんど何で決めるかって言ったらホームランって結構多いんだよ。だからホームランで決着つけるジャイアンツ、はい、ホームランが出にくいピッチャーがたくさんいる、うん、リスクがたくさんあるんだよね。ですね、うん、でもまあホームランが打てるということは決着つけれるというチームでもあるんだけどね、はい、まあ、中日はやっぱホームランが少ない。ちょっと少なすぎますね、うんうん、ヒット数は多いけど勝負強いバッターがいない、はい、ホームラン少ない、どうやって勝ってるないでしょ、うんうん、だからやっぱ苦しいよな。そうですね、はい、じゃあちょっとねこういった感じで、じゃあ次のまた1ヶ月もどんな風に、まあ、5月の終わりから交流戦が始まるので、またこれ戦前までの振り返りもやっていきましょう。はい、はい。